諦めずにやるって多分相当気の長いことだと思うんですよね。でもね、俺はネバーセイネバー、そういう気持ちを持ってやっぱり日々戦ってるとなんか生きてる実感がするんですよね。第11代ネバー無差別級王者ブルージャスティス永田裕二。5月3日前王者柴田勝頼との壮絶なる死闘の末、48歳でベルトを獲得。ネバーのタイトルは永田にあの頃の戦いをよみがえらせた。まあ、情念というか意識というかのぶつかり合いが IWGP だなっていうのはねずっと思ってましたね。感情ぶつけ合って戦う試合、ネバーの試合ってより近いなと思ったんですよね。かつて永田はミスター IWGP として一時代を築き上げた男だが、近年ではトップ戦線に立つことができないでいる。でやめようかなと思ったんですよ。もう やめてもいいかなって、もうこれだったら。そんな時にやっぱりファンが、いや永田まだまだやれる、ずっと信じて待っててくれた。すごい励みになりましたね。本当に強い人間ってのはもう転んだ時に立てる人間なんだ、それが僕の答えですよ、ね、限界を作るのは自分、壊すのも自分。青き魂、決して死なず。音がすごい。この戦いをどんどんやってみたい。そのためにはもう一丁だってのがありましたし。挑戦者は前王者ザ・レスラー柴田勝頼。魂がプライドが見えます。己の戦いを貫き通しネバーの価値を高めた男。このまま終わるわけにはいかない。ちょっと言っとくよ、楽しい時間も大阪で終わりだ、うん、柴田ってすっごい今の新日本プロレスで貴重な存在だなと。ああいう選手がいないと新日本プロレスにないなって気がします。僕ら世代と2人やっつけてるんですよ。で僕は1回彼に勝っただけなんですよ。もう1回とにかく柴田を叩いておかないと同世代の無念は晴らせないかなってのはね。48歳、まだまだ青く燃えたぎる。窓際から脱却すれば苦しんでる人たちもちょっと勇気を与えられるかなって、ありのままの永田裕二、世の中の目に対して思いっきりその戦ってみたいなって。ネバー無差別級選手権試合、挑戦者柴田勝頼 VS 王者永田裕二。